はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。では今回は、ステラリスガンダムモッド続きをプレイしていきましょうということで、東国タクノル公国がですね、再び怪しい動きをしているという状況なので、まずはですね、艦隊をまあ、しかるべき場所に配置していきましょうということで、今ササマーに入っているのが、これ第一艦隊ですね、艦隊戦隊地約1万のこの艦隊を守るまで進めていくというのが一つと、あとサイフに入っている第三艦隊、これはもう増強のしようがないので、このままサイフに留めます。で、第二艦隊ですね、これもちょっと早急に、移動をかけてボーダーズまで進めていこうというところになってますので、艦隊を進めながら東国タクノル公国、この動きを見極めていきましょう。では時間を進めていきます。まあ、ちょっとお金がきつくなってきてるかなっていう感じですね。艦隊動かすとどうしても、お金かかりますからね。となるとやっぱり見直していかなきゃいけないのが、こういう3しか取れないような食料施設は金が取れる発電所へと建て替えをしていきましょうか。まあ、そうするとね、今度は食糧難に陥るっていう、結構このバランシングが難しいんですよね。ハマーンを調査船に乗せておくのももったいない感じはするけどね。建設完了したで。さあ、あとは東国タクノル公国がどう出てくるかだな。財布の造船所で艦隊増強する？まあ、第三艦隊が財布に入ってるので、そのまま第三艦隊が増強できますからね。財布にやっぱり造船所を作ったのは大きいな。財布はね、常に海賊艦隊に狙われる場所なんで。建設完了したで。さあ、金がないのをどうするかだな。なんとか金を生み出していかなきゃいけないけど、その金をどこで確保していくかだな。
あとは鉄もやっぱり数が足りていないという実情があるんで、ここも考えていかなきゃいけないよな。はい、ちょっと待ってくださいね。どこよ。財布か。やっぱり財布なんだよね。まあただ艦隊は財布近辺で戦うのがいいでしょう。建設完了したで。財布は常にね、敵艦隊に、海賊艦隊に狙われる謎の地だからな。難なくというところですね。まあ、あの基地も作ったので財布はしばらくは硬いかなとは思ってます。さあ、こっからだよね。金、食料、ありとあらゆるものが足りてない今。いっそのこと早々に東郷北区の炉が再び宣戦布告してくれるとね、こちらとしては大義名分ができて侵略しやすいんだけど。かあ、金がない。いや、金じゃなくて鉱物資源がないな。なかなかどうして厳しいね。とりあえず食料は、今ある建物のアップグレードでしのぎましょう。まあ、そうなると今度は圧倒的に足りないのが鉱物資源だね。この足りない鉱物資源をどう乗り切るか。本当に宣戦布告してきてほしいな、ここに関しては。他、取り残しはもうないからな。特に、あ、カーラニズがあるね。でもカーラニズ、カーラニズに建設船出そうよ。成形基地建造をしましょう。ここに移動しておく、カーラニズに。まあ、2とはいえ貴重な2なんで。あとはイストーラ、ここにも2あるね。ここ言ってみれば干渉地みたいになってるけど、ここを取っちゃって、まあ財布が軍事拠点になり得るので、この財布を軍事拠点に、いっそのことこの干渉地を地球連邦の勢力圏内に収めちゃうというのも手ですね。ちょっとその方向で調整しますか。
あと特に注意しなきゃいけないのが、今だとお金と食料で、もちろん鉄も全然たまらないんですけど、まあ、不足しているっていう、まあ、あの状況ではないので、まずは食料を削った部分をアップグレードで、プラスに戻しましょうというところと、あとはお金、これもねアップグレードして、マイナスをまずはプラスに転じましょうというところからね、ちょっと着手をしましょうか。もちろん地球からテコ入れしていきます。まあ、本当にねどうにもならないところなんでね、お金と食料がないと。そう考えるとしばらく艦隊の増強が難しくなるわけだな。いや、全く東国タクノルの動きがないね。財布の軍事要塞化、軍事拠点化は、まあ、成功したと言っていいと思うので、あとはそれを支える財政ですよね。なんとかちょっとまとまった金が欲しいな。Technology screen is where we will be directing our research efforts. Techno. あとはこのキャスリーカーで読み方合ってるかな、この辺りにどれだけの資源が眠ってるかですね。もし鉱物資源だったり、
あるいは通貨がそれなりに取れるようであれば、まあ、優先してここの確保に走る必要もありますしね。そしたらマーブルにいる第一艦隊、これをフェーザーに出して、動きがないんでフェーザーに資源があるようであれば、このフェザーも囲っちゃいましょうか。まあ、その間にマボールが、統合帰宅能力が宣戦布告してきて一気に奪われるっていうのは避けたいけどね。アーレア星系ってどこ？アーレア星系、ここか。ウラフムとか欲しいよな、こうやって見てるとね。それなりにあるもんね。うわ、コギャン欲しいわ。コギャンだって10も取れるよ、つうか。このあたりは最優先で奪い取りたいわ。でまあ、第一艦隊はね、戦隊戦闘地、まあ、約1万を、伺おうかという戦力になっているので、まあ、問題なく敵のこの古代の採掘ドローンは撃破できると思うんですけど、お金がやっぱりちょっと徐々に減ってきていて、3桁にまで落ち込んできているので、お金をねちょっと最優先で確保するための動き、これを入れていきましょう。とはいえね、まともに金を確保しようとしてもその方法がないからな、このゲームだと。まあ、やっぱり敵から奪うっていうのが一番早いけど、回戦するのにまだ影響力使えますからね。フェゴ星系がどうなんだろうね、資源的には。うまみがあるんであれば本当に優先的にここで採掘をしていきたいけど、あっという間に撃破だね。
まあ、ほぼノーダメージでしょ、まあ、多少それでもダメージ受けるんだ。まあ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 っていう感じか。そうすると王様とフェゴも、自分の勢力圏内に組み込むための準備は整いましたね。敵対勢力を排除したので。また選挙か。ティラスルス独立国はアラマシ教域連邦宿敵と。宿敵化するとね、一気に影響力ドーンと増えますからね。影響力欲しさにそういうことをすることもあるとは思うんですけど、ティラスルス独立国とアラマシですね。そうしたらアップグレードできるところサイド3へと移りましょう。サイド3でアップグレードできるところあればアップグレードしていきます。管理局が必要って言われちゃう。管理局が必要って言われちゃうね。管理局立てる余裕ないよ本当に今。状況レポートを更新したで。整形調査完了したで。金がないな。金どうする。あとはリンゴもないね。ちょっとなんか抜本的に解決していかないと厳しいな。特にリンゴが一気にマイナス7になってるんで、これちょっと解決していかないと。あっという間に食料が底をつくな。いやー分かってるよ、資源不足は分かってるよ、分かってるんだけどどうしようもないんだよ今っていう状況なんだよね。なんかこう打つ手を考えないとまずいな。惑星管理局が必要になっちゃうもんね、やっぱりここも。やっぱり戦争だなっていう考えにやっぱなってくんですよね、きっと。
経調査完了したで。ちょっと待って、何かがおかしいな。お金の減りがマイナス87になってる。なんだ、何がおかしい。お、宣戦布告来たな。ちょっと待って、東国タクノル違う、ボルスとティラスか。対岸の火事だな、完全に。ちょっと何か原因があると思うんだけどね。艦隊の維持でマイナス189、ステーション維持、建造物維持。でもちょっと何かが爆発的に増えたんじゃないの、もしくは収入が減ったか。いずれにしてもこのままだと金の底を尽きるのが、すぐ底を尽きるな。どうするかな、ちょっと考えものだけど。艦隊の維持費は減らせないしね。ステーションの維持費か、財布作っちゃったっていうのがあるとすれば、その成形基地の維持費と含めて金がかかってるのかもしれないですけど、困りましたね。全部がマイナスだ。何もできないね。ちょっとここは何か抜本的な改革をしないと何も身動きが取れない状況になっちゃってるので考えます。というわけで、ちょっとね、今回あまり動きがなかったんですが、一旦ここまでにして、次回ですね、この続きプレイしていきましょう。すべての資源がマイナスというちょっと異常な事態になってます。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。